線が消えてる。線路。え？あ、うわ、これね。やっぱだよ。やっぱだよ。危ない危ない。電車が参ります。やべ、踏んじゃった。ごめんなさい。ごめんなさい。来ないで電車。来ないで電車。危ない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 。なんだこの赤い竹。血でも吸ってんか。うわぁ。血吸ってんじゃねえか、本当に。え、これ戻ると？おお、やばい。あんた。あ、やばい。はい、こんばんは、島津です。皆さん、夜回り3、本日もやっていきたいと思います。前回ですね、こちらの、そうだね、竹林に来て、先に進もうとしてたところで終わりました。で、その続きからやっていきたいと思います。前回手に入れたメモ用紙からですね、灯籠、確か、8つ目かな？8つ目、9つ目の灯籠から、先に進む道があるよっていうことを聞いたんですけど、ここじゃん、いや、道ないね。あれ？数え間違いかな？今、8つ目、9つ目かと思ったんですけど。ちょっと待ってね。確認する。なら、8つ目、9つ目の、愛だって書いてあるよね。ここかな？ちょっと、こっちに、そうだね、入ってみたいと思います。どうだろうね。もし、合ってれば、なんですが。先に行けると思うんだけど。目つぶって、どうかな？あ、ダメだ。ちょっとね、数え方がわからないんで、今、総当たりしてます。絶対、どっかあるはずなんで、ここ、あ！皆さん、前見てください。確かね、2枚目のメモをね、見てもらうと、そう、看板先突き当たる。って書いてあるんですよ。で、今前見ると看板がありますよね。だから道はここで合ってる。で、こっから後ろ。これで、進めば、そうだね、今んとこセーフセーフ。このまま突き当たりまでって言ってたけど、まだ先あるのかな？どうだ？はい。扉がありますね。鍵は？かかってる。あ、あれか。例の笹、枯葉がついたやつ。で、開きました。で、こっからいいのかな？あら？ここもバックかね。どうだ？あ、ダメだね。ん？なんだろう。多分、ここで捕まるってことは、ここで捕まって戻されるってことは、バックに関してはあそこで終わりなんでしょうね。扉のとこで。あ、わかったわかった。3枚目のメモ、ね、に書いてあったんだけど、白線の外に出るなって書いてあったんですよ。で、今、右上の方にね、白線あったんだよね。白線の外に出るな。つまり、白線の上を渡れって言ってるんだと思う。奥にね、白線が一本線続いてたんですよ。多分そこだと思う。ね、ここの上に乗れば大丈夫なんじゃない？来た、正解。オッケー。だから、こっからはみ出んければいいんだよ。はみ出たら、アウトかな。で、四つ目は何だったっけ？人形へぶつけ。石、お金、石の順で、この先に多分人形がいると思うから、石、お金、石の順で投げればいいってことかな。どこにいる？あ、おった。こいつに、まず最初に、石かな？石。で、次がお金。はい。で、石。ああ、もげちゃった。え、ダメなの？あれ？投げる順間違えた？もげちゃったよ、首が。あ、やった。来た。はい。
あの思い出の場所。うん。ダメかと思ったけどね、運んでくれましたね。正解だった。首もげたからあれ失敗したっけって思ったよ。はい、やっと来れました。誰かの日記を拾った。小さな字。この頃子供たちが来なくなった。あの子が寂しがってる。ほう。子供たちっていうのはゆずたちのことを指してるんでしょうね。うん。で、あの子っていうのはゆずがボール遊びしてた子だと思います。で、この日記を書いてた人はこの家の管理人なんじゃないですか。で、その人にはあの子が見えてると。うん。だからそういった心情を書いてたんじゃないでしょうかね。じゃあ、朽ち果てたね、屋敷ですね。で、めっちゃ人形ある、やっぱり。こけしに、まあ、一松人形ですかね。そこ、開く？鍵がかかってるみたい。開かないみたい。これ？石のカエルを拾った。石のカエル。ちっちゃな石ころだけど、見る向きを変えてみると、口を開けて驚いた顔をした小さなカエルに見える。ただの石だけど。後で使うんですかね。鍵らしいもんはないね。こっちはね、おそらく後からなんでしょうね。まずは、そこ入れそうだよね。うんうん。こっちからだ。こっちから探索して、ボロボロのお屋敷だ。中に入ってみようかな。うん。こっちで鍵取って、あっちに行って、思い出の品ですかね。取るって感じですかね。めっちゃ広いね。大丈夫か？何も出ない？待って。八頭身かな？八頭身の、動かないよね。八頭身の人形がいますけど、今んとこ動きませんね。まあ、一松系、開かない。うん。一松系ば、開いた。今開かないって言ったやん。ね、一松系とかその二頭身、三頭身しかいないかと思ってたけど。ああ、行ったのもいたみたい。あれ？前の？これ羽じゃない？違う？羽じゃないね。タイヤかなんかか。てっきりさ、小鳥さんかな？小鳥さんの羽に見えた。から、あれ？小鳥おるんけって。しまった？いや、開いてる。どこだ？奥？奥っぽいね。奥になんかいるね。その趣味なんですかね。血なのか何なのか。インクかな。すげえ量いる。何？鎧け？人形があって通れないや。立派な鎧の人形だけど、なんだかところどころ欠けてる気がする。ああ、はい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 。あのね、パーツ集めてこいって言ってるわ。部品を。で、集めれば、何？あ、もう。集めれば、なんだろうね、これ。これ。さっきの鎧の人形の部品なのかも。拾っておこう。侍の兜を拾った。お侍さんが被る重くて立派な兜、お人形用だから私には小さくて被ることはできなさそう。うん、そうだね。やっぱ、あの、パーツ集めていって。そしたらお礼にどいてくれるんじゃないですかね。どうだ？ダメですね。多分、複数あるからそれを取ってこないと、いけないんだ。まとめておかないといけないっぽいけど。あといくつあんのかね。とりあえず、バンバン探していきましょう。開いた。あった。奥にあるわ。多分パーツだと思うけど。おお！お前こんなとこに持ったんか。巨大、一松人形。
ちょっと市松人形ってね、呼ばせてもらいますね。竹人形って呼ばれてるけど、ゲーム内では。ね、市松さん、でっかいのがいたけど、大丈夫かな？動かんかな？侍の小手を拾った。腕のところの鎧、硬い素材でできていて揺らすとガチャガチャと大きな音が鳴る。これで2つ目。動かんかな？大丈夫かな？驚き要素は？動かん。おぉ。驚き要素ありましたね。まあまあ、そんなかな。薄いね。この程度耐えられますよ。これあれかもね、今までさ、今までっつうか、まあ仲良くしてたっていうのがあって、待って、クマちゃんの口から血が。出てるけど、襲っては来ない。そう、仲良く、急にテディベアコーナーになりましたよ。ほら、テディベアが多い。そう、仲良くしてたから、襲っては来ないのかも。脅かしはするけど、こう、今まで、侍の靴はありましたね。今までね、なんで来てくれんかったのって、脅かしちゃるわ、って感じですかね。そんな感じがする。この程度なら。ああ奥いた、奥いた。あ、10円。とりあえず3つ手に入れたけど、1回戻ろうか。さあ。OK。大丈夫みたい。集めた部品を鎧の人形に返す。返す。ほら。集めてきたよ。どう？鎧の人形、おお！読んでる途中。急すぎね。あれかな、鎧が帰ってきたからテンション上がっちゃったんですかね。わあ、鎧帰ってきた、ありがとう。じゃあ毒はドンって、ごめん、ちょっと勢い余っちゃったな、許してって。待って、大丈夫？そんな感じでテンション上がって勢いづいちゃったのかもしれない。こっちはいけない。来るか、来た。おお、なんだ？つく？あ、ついた。よかった。あ、周りの明かりが消えた。電気だったんだね。こう、うっすらと。やべ、視界が攻め。下のね、でかい市松人形がちょっと怖いがよ。大丈夫？追っかけてこない？ちょっと、行こうか、先に。開かない。おった。これは実物？ちゃんとした。イベント。おお！お前か、さっきのドスンって音。実物じゃなかった、霊体だった。つうことはずっと見てた、開いた。ずっと見てたってことだね。イベント入る前から、こっちを。霊体でした。実物かと、なんつうのかな。その、なんも、霊体もなんも、そういった霊的現象のない実物かと、思ったんだけど。ちょ、そこの人怖いね。弓矢で行ってこない？大丈夫？なんかサイズ感がね、変わってきたね。異様にでかい。これは？待って、赤い手がある。指人形を拾った。指人形。赤い手があったよ。固定電話あった。固定電話。え？10円入れる。俺、こんな公衆電話見たことないよ。家電じゃないのこれ。皆さん、平べったいタイプなんですけど、10円入れて電話するタイプだったみたいです。初めて見たな、これ。家電かと思った。ね、平べったいから。開いた。あ、いた。女の子。そっち行くけど、あえて追わない。あえて追わないパターン。あえて追えと。ね、天の声が言っております。
奥行ったね。これ遊んでんのかな。ね。開かない。え、でも両方閉まってるよ。あ、開くのかな、これで、あっちが。どうかな。なになになに？笑ってる。あの子、あの子、あの子、ん？この人形から声が聞こえたような。お前から？泣いてるみたいだったな。あの子が泣いてる、泣いてるっつうか、まあ笑ってんのかと思ったけど、ここ泣いてるんだ。笑ってる風に聞こえるよね。襲ってこない、大丈夫？え、いるいる。なんで泣いてんですかね、これ。古い写真が置いてある。写っているのはここに住んでた家族かな。小さい女の子が手を振って笑ってる。これはあの日記を書いた人ですかね。その家族。ああごめん。うん、待って、赤い足がある。あの髪を踏んだのにビビっちゃった。人形のお洋服が散らばってる。持っていく？これさっき泣いてた人形に使えるかも。あ、裸？そういうことか。裸なんだあの子。だから泣いてるんだ。うん。で、あの綺麗にしてあげたらありがとうって言ってなんかくれるのかもしれない。多分だよね。どう？反応ないね。でも泣いてんだよね。俺にとっては笑ってる風に聞こえるんだけどね。まだいくつかあるんだよ。それを集めてきてって言ってる。鎧の時と容量は一緒ですね、これ。なんかね、赤い手と足の頻度が増えてきた。襲ってくる、これ。どうなんだろう。これは小さなヘアブラシが置いてある。持っていくか。うん、オッケー。髪を溶かしてあげようとしてんだ、してんですね、これ。あ、来てる？いや、来てはいない。あ、でも、ちょっとね、怪しくなってきたね、心音が。出始めたから。イベント。まだ、来るか。大丈夫かな。うん、いない。後ろもチェック。いません。うん、なんか下の方さっき閉まってたんだけどね、開けてくれたんで。多分またあるんでしょうね、パーツ。ほら、反応がないからまだ足りないって言ってる。あった。人形の腕が落ちてる。これで全部かな、3つ。おっと、消えた。やめて。ごめんごめん。あの多分怒ってんだよね。怒ってる、こっちは怒ってんだよね。あの遊びに来てくれんかったから。うん、でも悪気があって来なかったわけじゃないからさ、そんな怒んないでよ。まあ、今んとこ襲っては来ないね。うん、だから、そうだね、脅かしてるだけなんでしょうね、きっと。さあ、あ、来た。オッケーオッケー。これで、集めた部品を人形に返すか、返す。で、どうだ？綺麗になりましたね。動く？待って待って、来る？顔に、これは喜んでんのかな。顔が怖いからさ、襲ってくんのかと思ったけど、お屋敷の鍵を拾った。あ、私が直した西洋人形が置いてある。
これ喜んでるみたい。喜んでるみたい。てっきり、怖い顔してたかんね。ありがとう。じゃあ、殺してあげるっていう感じで来るかと思ったけど、そうではなかったね。くそ、しまった。10円が切れた。最悪。こっちん鍵だよね。さっき閉まってたからどう？鍵がかかってる。だよね。オッケー、開いた。広いね。あ、出れないね。出れなくなった。ここは結構広いよ。食卓だね。食卓だと思われます。ここは寝室ですかね。うん、寝室。金庫は特に触れない。はい。で、奥トイレ。おお、赤い便座見て。赤い便座、赤好きなんでね、すごい好感が持てます。で、最後かな。お風呂場。そうだね。生活するための施設っていうか、まあね、生活するための部屋が密集してるってことなんで、ここで、うん、ここが、生活の場だったみたいだけど、ここは開いた。調理場かな？ん？調理場？食器置き場？ね、調理器具がないけどさ、あ、でもシンクがあるわ。シンクがあるってことは、ガスコンロとかをね、置いて、ガス引っ張ってきて、調理してたってことですかね。うん。いた！ちょっと待って、後ろから。取れる？これ人形だよね。うん。ああ、目が割れてる。うん。やべ！来る？ごめんって。おお。待って、ダメ。それちょうだい、あれ、多分あれだよね。外で鍵がかかってた部屋の、部屋っていうか、扉の鍵だよね。それであっちに思い出があると思うから、ちょっと返して。待って。え？これは？なんかダメっぽいよね。ダメ。目閉じると、1を、消えた。折ってきてたけど、消えましたね。あれ、アウトだね。触れたら。あれ、どこ行った？あの子。あ、ひん玉だよね。ひの玉。あ、これ、かくれんぼしてるわ。うん。遊んでるんだ。だから、あの子を見つけたら、渡してくれるんかな。どこ行った？どこおる？近いの？声が聞こえるってことは近いってこと？いた。おったおった。はい、見つけた。返して、あれ。喜んでんね。で、これで火の玉出るでしょ、多分。どこ？後ろか。あ、やっぱ酔ってきてるから。これ、ダメだ。うん。目閉じてても襲われますね。で、また、どう？まだ追ってくる。あれ、長いぞ。消えたね。で、これで、また、どっか隠れてるから、探してね。近いか？探してねって言ってんだと思う。うん、何回か繰り返していけばいいんでしょ？いた。はい、見っけ。返して。これ喜んでんだよね。次、またか。あ、待て。まあ、距離さえ取ってれば大丈夫。今回早かったね。消えた。次は、トイレだ、トイレ。どう？トイレじゃないの？違った。どこだ？どっか、隅にいる？でも近いよね。いない。どこよ？隅おる？
いないね。キッチンだ、キッチン。これで最後じゃない？キッチンじゃないの？おらん？いた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 。裏だよね。前から行くとダメじゃない？はい、返して。おお、やっぱね、めっちゃ喜んでる、めっちゃ喜んでる。遊んでくれてるから。でもダメだった、消えた。いる？こっち。あれ？あれ？ 3 回だよ。だいたいね、これ消えて3回見つければ返してくれると思ったんだけど、あれ？いない。ほん？どこ行った？あの子。あったあったあった。取るよ。と。いいの？取るよ。取って取って、ゆず。あれ？まだ取っていった。ちょっと待って、まずくね。第2ラウンド？第2ラウンドっていうか。何しろって？あ、いる。あ、鬼ごっこだ、これ。鬼ごっこ。だから、うまい具合に詰めてあげればいいんじゃないかな。ま、もう嘘やろ。お前反則、それは。それは反則。どこ行った？これどこがいいかな？トイレだ。トイレかバスタブの風呂場に用土をかければいいんじゃない？そっちじゃない、そっちじゃない。そっちじゃないって。ちょっと待って、そうそうそう、こっちこっち。ね、どうにか追い込めればいいんだけど、どこ行った？うん。あ、いけるいける、これ。詰まってる。オッケー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 。返して。いける。あ！ごめんごめん、え、この子、お人形だったんだ。あ、ごめん、この、ごめん、追い込むここまで追い込むつもりはなかったの、ごめん。あ、追い込みすぎて、こけて壊れちゃった。やっちまった。ごめん、ごめんね。遊びたかったんだよね。うん。でも、追い込みすぎちゃって、慌てたんでしょうね。こけちゃった。私と遊びたかったのかな。そうだよ、そう。楽しかったんだと思うんだけど。あ、ん？こっから？思い出の品。あれ？じゃあ、外のは何なの？鍵じゃないっぽい、これ。思い出の品っぽい。あ。しおりだ。うん。これは、クローバーのしおり？怒った？怒った？壊れたか。あー！切れてます。切れてます。逃げろ逃げろ逃げろって言ってる。まず、スタミナ持たんぞ。速いし、足速いし。待って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 。やばい。やばい。足めっちゃ速い。あ、これね、これあれだ。スタミナ回復させて走るんじゃなくて、もうギリギリだ。ギリギリの展開で逃げろって言ってる。多分。そうだ。うん、そうだね、そうだね。あ、やばい。ちょっとダメかも、ダメかも。お、追いつか、追いつく、追いつく。追いつく。いや、ギリ、ギリ、セーフ。そうだね。スタミナ回復させんじゃなくて、もうスタミナ切れの状態で走れだ。これは、正解。休んでると絶対捕まる。それぐらいの速度で走ってきてる。やべ、頭きてるね。あんたのせいで私の体が壊れたのよ。どうしてくれるのと。おう。いいよ。いける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 。なんよ。脅かすな。今それどころじゃねえんだよ。ちょっとまずい。いけるか。いけ。よしよし。ちょっと待って、これ、どこまでだっけ？次か。次の次か。あ、やばい、引っかかった。あ、まずい。いける。ちょ。よし。ラスト。ラスト。嫌だよ。最初からしたくないよ。いけ。あ、早い。いける。よし。来た。ほぉ。ハラハラ展開。どう？外には出てこないね。うん。ごめんね。私、
君とは遊べないよ。そう、そんな君とは私は遊べない。怒ってる。そんな君とは遊べないよ。人をね、なんつうのかな、食らおうとすることは。ね、ごめんね。まあ、追い込んだのは私のせいなんですけど、一度、お家に帰ろう。あ、そういえばさっきの女の子からあの日なくしたものを取り返したんだった。さあ、忘れるよね、あんなギリギリの展開だったら。これはクローバーのしおり。ああ、誰かにこのクローバーを見つけてもらったんだった。誰かに、あ、多分お姉さんだね。そうだ、これは昔私が持っていたもの。どうして忘れてしまったんだろう。草の柔らかさを思い出した。どこだ、クローバー。クローバーのしおり。はい。さあ、何が出てくる。あ、ここ廃ビルの横だよ。あれだね、あのお姉さんが、あ、ごめん、動いたわ。あのお姉さんがね、向かった方向、それは、特には触れない。下にお姉さんはいるか。下、音楽プレイヤーがある。うん、オーディオプレイヤー。お姉さんはいないけど、お姉さんのものですかね、これ。どうだ、すげえノイズ走ってるけど。音楽プレイヤーから誰かが喋ってる声が聞こえる。聞いてみよう。も過去にレタ、思い出す昨日、もに入れ、あの空、約束ね。誰の声？お姉さんの声？ん？誰が泣けたの今の。私の勝ち、約束守ってね。これはあれかな、向こうの世界からお姉さんが語りかけてきてる感じ？この思い出の中で。そうだ、思い出した。あのベンチにあった音楽プレイヤーから変な声が聞こえてた。あ、あれは現実だったみたい。音楽プレイヤーから流れてたのは。あの声は誰だろう。でも、あ、ごめん。でも、どうして？もっとちゃんと思い出さなきゃ。一度お家へ帰ろう。セーブするに決まってる。ここでセーブしないのは、どうかしてる。どうかしてる。はい。ということで、今回は新たな、そうだね、思い出の品、クローバーのしおりゲットしました。で、結局、あの屋敷の奥は何だったんですかね？後々来るところなんですかね？それともサブミッションのミッション内容なのかもしれない。このゲーム、サブミッションもあるんでね、メインとは全く別の。そうじゃないかなと思います。それじゃあね、次回は、このしおりの思い出で見た、音楽プレイヤーがあったところに行ってみたいと思います。もしかしたら、あそこで、なんか新たなイベントが発生するかもしれません。もし、あそこでイベントとかが特に発生しないんだったら、今、こう、思い出の品っていうのはないので、探索して見つけていければいいと思うので、よかったらね、この続きもまた見てやってください。よろしくお願いします。だいたいね、もう5割ぐらいかな、ストーリーは来てると思うんですけど、よかったらね、この続きもまた見てやってください。はい。それでは、島津の夜回り3になりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。